ありがとう、はじめくん。あら、いいね、素敵な一枚絵だね。おお、はじめくんのお家初めてだな。はあ、楽しかったけどなんだか疲れたな。分かっていたけど、やっぱり3年生だから卒業しちゃうんだよな。そうしたら部活はどうなるんだろう。部活は3人からしか発足できないから人数は足りなくなっちゃうし、来年にはなくなっちゃうのかな。でもそれってとっても幸せなことなんだよな。だって部活がなくなるってことは先輩たちがきちんと卒業できたってことで、留年して次の年も部活があるよりとっても嬉しいことだ。僕もちょっとは変われるのかな。僕は昔から何の才能もなくて、できることがほとんどなかった。ゲームもうまくないし、運動も苦手。趣味は何ですかって聞かれたら、何だろうって考えちゃって。結局話は盛り上がらなくて、何ができますかって聞かれて、何もできませんって答えてばかりだった。何もできないから、やりたいことも見つからなくて、どんなに頑張っても何にも成果が出ないことが多くて、だから僕は変わりたいってずっと思ってた。特別じゃなくてもいいから、何か自信を持ってできますって言えることが一つだけでもいいから欲しかった。誰かに胸を張れること、今までずっとなかったけど、でもやっと、こんな僕でも誰かの役に立てることがあると分かったんだ。だから、精一杯頑張りますね、先輩。数日後。そろそろ時間か。ちょっと待って。頑張ってください、新庄先輩。こっち。なあ、おお、上がった。鬼塚先輩、これで6連勝ですね。なんでそんなに馬場の位置が的確にわかるのよ。勘じゃ。馬場を掴まれた時、新庄先輩の顔がわかりやすいくらい変わっちゃうってことは内緒にしておこう。この馬場抜きという遊びも意外と奥が深いの。人間はようこんな遊びを思いつくもんじゃ。最悪、赤点ギリギリに負けた。元気出してください、新庄先輩。そろそろ白羽先輩を迎えに行きましょう。そうじゃった。あいつ結局部室に顔を出さんかったな。生徒会の仕事が忙しいって言っていましたっけ。朝の占いの最悪な日ってこれだったのかしら。なんでそんな日に勝負ごとしようとしたんじゃ。だって今日は負けそうだから勝負したくないって逃げるなんて尺じゃない。確かに。今度は白羽先輩も入れて4人でやりましょう。おう。あいつはこういう勝負ごとは遠慮せんだろうがパースマン。あいつはこういう勝負事は遠慮せんだろうからな。駆け引きとか無駄にうまそうよね。お、生徒会室だ。ハートついてる。あ、ドアが少し開いていますね。もう終わってますかね。静かに。え、何？え？鬼塚先輩。では、その人間というのは。私たちの部活に所属している三橋はじめは、鬼塚勇と新庄真理の正体が鬼と魔女であるということを理解した上で在籍しています。
間違いないのかね。はい。では君は生徒会長、種族の監視と管理を司る立場にありながらそれを見過ごしていたというのかね。申し訳ありません。なんてことだ。何のために君をあの部に潜入させたのか分かっているのか。私がいない間にこんなことになっているなんて。上に何と報告すれば。すぐに対策と処罰を考えなければ。もう下がりなさい。今後隠し事をするようならば生徒会長としてふさわしくない振る舞いをしたと私は判断せざるを得ない。それが何を意味するのかわからない君ではないだろう。このまま鬼と魔女が卒業すれば何が起きるか分かったものではない。絶対に阻止しなければ。行くぞ。え、ちょ、どこにですか。帰る。はてなはてなはてなだったけど絶対理事長だよな今の。し、白羽先輩は。聞いたじゃろ。あいつは俺たちを監視していた。本当の目的は部で活動することではなくて、私たちの卒業を、私たちが人間社会に溶け込むのを防ぐために監視してたってこと。そう話しておったじゃろ。ま、待ってください。なんじゃ、まさか白羽をかばうんか。あの白羽先輩はいつもの様子とは違っていました。そりゃ生徒会長として振る舞っていたからでしょ。そうじゃなくて、なんというか脅されているみたいな。たとえそうだとしてもあいつが俺たちを売ったことは変わらん。あ、売ったなんて。じゃあ言葉を変えてやる。あいつは、白羽は俺たちを裏切ったんじゃ。鬼塚先輩。俺は裏切られることが大嫌いじゃ。それが一度信頼を置いた仲間だと思っていた奴ならなおさらじゃ。だからといって決めつけるにはまだ早い気がします。どうして白羽先輩から話を聞いてあげようとしないんですか。いつもの優しい鬼塚先輩なら絶対にこんな判断はしないはずです。はずです。くそ。じゃあ話を聞いたとして、どんな理由だったら裏切りを許せると言うんじゃ。それはどんな理由があったとしても、白羽が俺たちを監視していて、そして誰かに人間との断絶に協力するために報告していた。その事実はどんなことをしても変わらんじゃろ。それでも。三橋くん。悪いけど、私も、もうあいつとは関わりたくない。あいつとこれ以上関わっていると、私たちは排除されてしまうの。私と鬼塚は、そうなりたくなくて、この学園に来た。だから、鬼塚の言い分が分かって、三橋くんが理由もなしに信じようとするのが、怖くてたまらない。人間の三橋くんには分からないかもしれないけど、ごめんなさい。お待たせしました。生徒会の仕事で遅れました。あら、どうしたんですか？単刀直入に聞くぞ。お前、俺たちを裏切っているじゃろ。
鬼塚先輩。さっきの会話を聞いていたんですね。質問に答えろ。はい。あなたたちがどこからどこまで聞いたのかは分かりませんが、先ほどの言葉に嘘偽りは一切ありません。認めるんじゃな。認めます。それで私をどうしますか。裏切り者は部活にはいらん。出て行け。わかりました。ちょっと待ってよ。さっき話してたこと本当なの？私たちのこと見張っていたの？はい。なんでよ。勉強を見てくれたり、いろんなこと手伝ってくれたり。だってそういう部活でしたから、人間と仲良くするためにいろんなことを勉強して、できないことを理解して、なんとなくできた気になって、美味しいたい焼きを食べてから帰るっていう、そういう楽しい楽しい部活だったじゃないですか。友達ごっこだったって言いたいの？新庄さんがそう思うなら、そうなんじゃないですか？やめとけ新庄。やっぱり関わらん方が良かったんじゃ。信じた俺がどうかしていた。嘘つき。行くぞ。さよなら。待ってください。はじめ、本人が認めたんじゃぞ。でも。ならお前も出ていくか。白羽は今まで仲間のふりをして俺たちを監視して、やがては卒業できないように何かを起こすつもりだったんじゃ。そいつの肩を持つお前も俺たちにとっては裏切り者じゃ。そこまでは言ってないじゃないですか。いいや、いずれ必ずそうなる。俺たちの種族はそういう目にたくさんあってきた。だから俺は嘘も裏切りも大嫌いじゃ。鬼に限った話じゃない。根底に悪意がある行為はいずれ必ず誰かを傷つける。それは私も悪いけど、新庄先輩、三橋くんにはわからないかもしれないけど、私は種族の代表としてこの学校に通っているの。万が一卒業できなかったらもうどこにも戻れない。だから卒業を阻止してやろうってことを企てている奴と、もう一緒にいることはできない。そうなんでしょ、白羽。はい。否定しなさいよ。できませんよ。だって嘘嫌いなんでしょ。じゃあな、生徒会長。はい、今までありがとうございました。さようなら鬼塚くん。では私はこれで。楽しい部活動でした。待ってください。それが白羽先輩の本心なんですか？はじめくん、いいことを教えてあげます。
生徒会長とはこういう役回りなんです。ありがとうございました。さよなら。鬼塚先輩、新城先輩、白羽先輩、次の日の昼。おはようございます。遅くなりました。次の日の昼。おはようございます。誰も来ないのか。次の日の昼。もう誰も。いや、待ってたら誰か来るかもしれない。うん、来ないかもしれないけど、誰かが来た時、そこに待っててくれる人がいたらきっと嬉しいよね。ん？手紙。昨日はこんな紙なかったけど、まさか先輩たちから。な？このまま異種族と関わるならば、三橋はじめは死ぬ。え？これ、脅迫状？僕に？なんでこんな。異種族ってあるし、まさか先輩たちが置いた。いや、そんなことはない。こんなものを残して先輩たちに何のメリットもないはずだ。もう僕の顔を見たくないのかもしれないけど、でもきっと先輩たちじゃない。そうだよね。次の日の昼。昨日のメモのこと、先輩たちに相談した方がいいかな。でも、あんな別れ方しちゃったし、僕の話、聞いてくれるかな。あ、誰かからメッセージだ。メッセージ見てくれてありがとうございます。実は今日、鬼塚くんと新城さんとはじめくんに話したいことがあります。放課後の16時に生徒会室に来てください。強制ではありませんが、私の心からの気持ちを3人にお伝えしたいです。よろしくお願いします。白羽先輩、どうしよう。いや、迷っちゃダメだ。もしかしたら鬼塚先輩たちは来ないかもしれない。そうなったら白羽先輩の本当の思いを知る機会はなくなっちゃう。行かなきゃ。きっと白羽先輩にも何か事情があるんだ。あ、3人既読がついてる。鬼塚先輩も新城先輩も確認だけはしてくれたみたいだ。もう生徒会室にいるのかな。2人だけ早めに到着して気まずくなってもよくないし、僕も早く行かなきゃ。来てるのかな。よし。あの、すみません。白羽先輩は、あ、鬼塚先輩と新城先輩もいらしてたんですね。あ、遅れてすみません。